いや、今日さ、まだ言えないんだけど、言ってもいいかな？今日ね、もういいか、強野すぎ田ゆえまちゃんす。ねるらしい。いや、まあ、別に何か問題あるわけじゃないんですけど、お尋ねギルトロップスって番組やってて、で、そこに毎回ね、ベテラン声優さんがゲストで来るんですけど、今日はロビンの声優の山口さん来まして、いやー、すごかった。収録で。無茶ぶりでさ、いや、ちょうど俺がさ、もうつい最近までロビン考察ひたすらやってたせいで、もうたまらんくて、あと赤切りつくもやってるじゃないですか。だからもうたまらんくて、すごかったのよ。名台詞言ってもらいまして、しかもね、もちろんアニメの時の声も素晴らしいんですけど、やっぱ臨場感、目の前でそのセリフを言ってもらうと、舞台役者の方だから、やられてる方だから、もう細かい空気感とかもね、すごいのよ、すごかったのよ。泣いちゃう、泣きそう、もう泣いちゃうぐらいまでいったね、本当に。ぜひ見てください、お尋ねギルトロップス。